直文たちを亡き者にしようと襲いかかる強行。自在に変化する姿勢武器を駆使し直文たちを追い詰める。今までのことを忘れたかのように教頭を持ちかけてくる元康に呆れる直文。槍の人うるさい。その時二人に協力する者が現れ、次回姿勢勇者。変化する武器とかいくらなんでも強すぎませんか？